はい、台湾クーヘンです。ただいまですね、東京都足立区扇にいます。そこで焼肉の、末広館ってありますけども、これもともと末広5っていうファミレスでしたね。で、向こう側にあのスカイラークがあったんですよね。スカイラークがあったと思うんですけども、今はですね、ライフとかですね、そっちのもっと奥の方かありましたね。これは港北橋通りですね。そこ扇大橋病院って書いてありますけど、昔はですね、扇大橋北詰を金光病院っていうのがあったんですよね。金光病院っていうのがそこの向こう側にあったんですけども、そこは名前が変わって扇大橋病院に変わりました。はい、今日はですね、ちょっと大沖地区もう何十回と回ってますけども、ちょっとですね、懐かしい話をしながらちょっとね、歩きたいと思います。もう何回もですね、多分50回、もうでもなんかいろんなですね、動画を組み合わせると50回はでも投稿は絶対してると思いますけども、ちょっとお付き合いいただければ幸いだと思います。扇大橋駅ですね。扇大橋駅、坂田ってありますよね。このあの青いですね、上の方に看板が見ると思いますけども、建築総合機材坂田、小倉市長ですね。アホの坂田って言ってましたね、ギャグで。そんな感じでございますけども、ちょっとまっすぐ行ってですね、ちょっと懐かしいところを歩いてちょっと回っていきたいなと思っております。この郵便局はできてますね。沖の郵便局がね、なくなっちゃったんで、ここに郵便局変わりましたね。沖の郵便局のあの代わりがここですね。前バスケット知らなかったな。前バスケットができたなんて、昔はなかったですからね。まさかね、アホの坂田がもうなくなっちゃって解体工事中ですね。坂田解体工事中、前バスケットなかったですからね。で、そこのところにラーメン屋がありますね。昔はそこはあの三徳屋っていうところだったんですよね。三徳屋、愛想がないジジイとババアがやってた三徳屋ですね。あの普通のあの駄菓子屋っていうかお菓子屋さんですね。今はつけ麺雲流亭が出ますね。前もなんかね、違うつけ麺屋さんがやってた気がしましたけども、ちょっとこっちが行きますか。行きまして、こっち側から行った方がいいかな。そこ右側が、何でしたっけ、寺田病院。昔はね、なんとか院ってありましたね。自分がですね、原っぱで空き地っていうのかな、ドラえもんで言うと原っぱでなんかあれをですね、あの遊んでたら、セイタカアワタシソって知ってます？皆さん、黄色いなんか種が一回といっぱい飛ぶやつ、あのよく団地のところで、団地とかの原っぱでいっぱい飛ぶわけですよ。それのセイタカアワタシソがですね、刺さったんですよね、足に。もう最悪でしたよね、あの時は。それでなんか引っこ抜こうとしたら、そこのあの今の寺田病院のところにあるあの医院ですね、医院がちょっと薬だけ塗っといたんですよ、なんか消毒だけ。それ実際に女子医大行ったらですね、刺さってたんですよね、埋まってたんですよ、セイタカアワタシソウのその枝っていうかですね、木みたいのが。それをね、あの取りましたよ、手術っていうかですね。もう多分麻酔とかしてなかったと思うんで、もう泣き叫んで取りましたね。そういう思い出がありますね。セイタカアワタシソウのやつが足に刺さっちゃったんですよね。そこ平城園ですね。平城園、私多分平城園は1回行ったか行かないかですね、多分な感じですけども、まあ平城園ですね。
でも夜しかやってないんですよね、平城園は。なかなか行きにくい。でそこクリーニング屋がありますね。もう営業してないと思いますけども、クリーニング屋がある。やってんのかな。やってそうですね。でここがですね、木村っていうですねところですけどね、あの木村っていうですね駄菓子屋なんですけどね、すんごいもうケチくせえところなんですよ。あの木村っていう駄菓子屋、このもう左側にあったところですけどね、今はないですけども、ラーメンを、即席のラーメンをあの買うわけですよ、家族分。例えば 4個買うわけですよ。袋入れてくれないんですよ。袋入れてくれないんですよ。ケチくせえなと思うんですね。あの当時ですね、私の子供の時ってですね、あれがないんですよ、概念が。あのカップラーメンって概念がないんですよね。そこにあったんですよね、大金持ちのね、あの子供が住んでたんですよ。ちょっといろいろ回ってですね行きたいと思ってますけども、名もなき道なんですよね。これだけ有名な橋なんでも、あの道路にもかかわらず、あれがないんですよ、道の名前がないっていう。悲しいもんですよね。変わっちゃったな、これはな。扇一丁公園ですね。扇一丁公園。扇一丁公園できるときはですね、あの小宮っていうですね、あのもうあの土地地主の地主が、あの原っぱみたいに、あれ池があってね、このところに池があったんですよ。梅が咲いててね、ここら辺に。で池にイカを買うわけですよ、駄菓子屋で。三徳屋とかで買って。それよくですね、エビガニって言ってますからね、ザリガニ釣ってましたね。でこれにもいっぱいね、あれがあったんですよ、畑じゃねえや、田んぼが、田んぼのですね、アメリカザリガニのあそこにですね、穴にですね手を突っ込んでよく取りましたよ。サナギだとね、ぐにゃぐにゃしてるんですよね、そのザリガニの、なんだろう、あの脱皮してですね、まだ色がですね、白、あの透明とかですね、白っぽい感じなんですよ。でこれにですね、私ですね埋めたんですよね、なんかあの宝物とか、あのベーゴマとかカーケシとか、あのよく皆さん思い出の地というかですね、人ん家のですね空き地に、あのもう一生存在すると思って埋めちゃったわけですよ。ここら辺にですね埋めたんですよ。どこに行ってんのかなーっていう、あの淡い思い出ですね。もう掘られちゃって、どっかごちゃごちゃになっちゃったんでしょうね。扇一丁公園ですね、この左側、右側のとこですね。これ全部空き地だったんですよ、ここ。それなんかあの梅の木の梅林のところに、なんだっけな、つくばかげろうじゃないですけど、なんだろう、よくですね、なんかアリ地獄みたいのがいたんですよね、砂で。なんかあの巣みたいのがあるんですよね。あとなんかよくこういう壁沿いのところに、なんだろう、クモのなんか変な虫がいるんですよね。なんか袋に入ったやつを、それ袋ごと取るんですよ。覚えてます皆さん。まあちょっと分かんないかもしれないんで。で謎のですね細い道、ちょ私有地ですね、ちょっと皆さんに見せたいと思いますけども。雨やんだかな。
これ一応道なんですよね、こう。意外は意外。道なんですよ、こう。あっちはまた行きますんでね。あっちはまた行きますんで、一旦今日はこっち行きます。旧元運団地ですね。旧元運団地。旧元運団地ですね。ここ。そこの建物はめちゃくちゃ古いですよ。この左側の建物。よくね、ゴムのボールみたいな足で遊んでましたよね。ゴムボール当てて。雨やんだかな。川野さんが見えてきましたね。川野さんが。スーパーカーナ、スーパーカーナが見えてきました。雨が降ってるか降ってないかのちょっと感じですけども、隣にあるのは川奈公園ですね。本当は別の名前があるんですけど、子供はね、川奈公園って言ってました。そう、川奈さんですね。焼き鳥売ってたんですよね、その下のところで焼き鳥が。つくねとかよく買ってもらったな。つくねとかを。こっからね、なんかね、川奈公園ってね、なんか地味に暗い感じだったんですよね。あの、暗い、薄暗いっていうか、薄暗い公園だったんですよ。これ、全然今、もう跡形もないですけどもね、あの時代の。平均台があるじゃないですか。平均台。平均台怖っ。無理だ。安定感ゼロ。まあちょっと戻りますか。そのところでですね、作ったんですよね、焼き鳥。16号館渋いな。でも誰も住んでないかな、もう出てったかな。なんか誰もいなそうだな、16号館。
出てっちゃったかな。ちょっとここまでちょっとエンディングにしますか一旦。やっぱりもう住んでないですね。もう誰も住んでないです。16、これちょっと。ちょっと見てみるか。あそこなんか貼ってありますからね。多分もう住んでないかな、ここ16号館。ボールが悲しげにありますね、ここに。ちょっとね、ちょっと分かんないんで。住んでる形跡ないですね。16号館、もうなくなっちゃってますわ。しれーっと閉業し、マジか、あれおかしいな。まさか閉業してるとは思わなかったな。もう誰も住んでなさそうです、ゼロ効果。もう完全に朽ち果ててますね、この数字のところもそうですけども、位置がね、もう垂れ下がっちゃってますよ。16も、はい、ちょっとですね、知らないうちに16号館廃業になっていました。私全然
無知なんで。16号館はまさかこれでも最後の昭和のあれじゃないですか、歴史が終わりますよ。はい、まさかのですね、16号館もう終了してました。終了というか、みんなもう退避なさってました。もう誰もお住まいではないです。はい、またあの昭和の歴史もですね、また一つ終わっちゃいますね。ちょっとですね、今日は、扇大橋駅からですね、この都営のですね16号館まで来ましたけども、16号館はですね、すでに閉業じゃないですけども、もう誰もお住まいじゃないみたいです。はい、じゃあもうまたもうしばらくすると立て直しになるんでしょうね。はい、どうもありがとうございました。ここまで第1部です。